デュグダークとは非営利組織オープンデザインアライアンスが開発するソフトウェアライブラリーである。デュグダークとは高い品質で DWG、DW DXF 及び DGN の読み書きをサポートしているため国内のカナダドルベンダーが自社製カナダドルの DWG、DXF 読み書きのエンジンとして採用する例も少なくない。ただし ODA は デュグダクトについて DWG-DXF の解析エンジンというよりはオートキャドのために書かれた VBA を改変なしで動作させられる環境と見ているようである。ライブラリーの配布は ODA の会員になることが必要で会員レベルによって配布には制限がある。1998年2月、ビジオ社は複数のベンダーとともに DWG ファイル形式を オープンスタンダードにするべく、オパンデュグアライアンスを創立した。創立当初は、マーカンプ社のオートダークトライブラリーを元にした、オパンデュグトゥールキット、ベキットを配布していたが、2002年にオブジェクト指向 C で新しく書かれたライブラリー、デュグダークトを発表、新たな DWG の使用を取り込みながら開発が続けられている。ODA によって、開発、 配布されているライブラリーを総じて ODA ライブラリーと呼ぶ。ODA がオパンデュグを商標登録したことによりオートデスク社が自身の商標である DWG に対する侵害であるとして裁判を起こした。その後、同社との和解により DWG を使った名称が使えなくなったためバージョン3.3の リリース日である2010年5月4日より、ライブラリーのブランド名称をテイヤに改めた。ありがとうございます。